コウと別れなよ。俺と結婚しよう、レイカ。残念ながら偽装結婚とやらは外れ、今はこうなわけで。お前随分と俺に存在な口の聞き方をするようになったね。え？キスだけじゃ夫婦って言わない。キスって簡単でしょ？お兄ちゃん、一緒に弾いてもいいかな？え、あまね？君はそのまま弾いて、一緒に楽しもう。いくよ、せーの。そうそう、上手じゃん。すごいすごい。いいよ、いい感じだよ。どこで覚えたの？めっちゃ上手じゃん。三条あまねは一つ下のいとこ。今は親の仕事でウィーンに住んでいるはず。楽しかった。それはよかった。本当にありがとうございました。こちらこそ。レイカ。あまね、久しぶり。1年ぶりてか、どうしたの急に？ウィーンから。あ、うん、ちょうど学校休みだし、ちょっと気になることがあって。そうなんだ。あ、私のお家遊びに来る？うん、これから行こうと思ってたところ。本当、ちょうどよかった。じゃあ行こう。うん。ただいま。おかえり。さっきあまねとばったり会ったの。久しぶりだね、こう。ご無沙汰してます。てか、二人結婚したんだって？おめでとう。ありがとう。なんで好きでもないコウと結婚したの？偽装結婚でしょ、これ。何言ってんの？俺が向こう行く前、二人とも付き合ってなかったじゃん。メイカ、めっちゃ俺にコウの悪口言ってたじゃん。うっさい、邪魔、おっさん、クソじじでしょ。何、どっかの金持ちと結婚させられそうになって、言うことを聞いてくれるコウにお願いした。鋭い。それならさ、俺に言えばよかったじゃん。コウと別れなよ。俺と結婚しよう、レイカ。残念ながら偽装結婚とやらは外れ、今はこうなわけで。お前随分と俺に存在な口の聞き方をするようになったね。え？キスだけじゃ夫婦って言わない。キスって簡単でしょ？メイカの反応を見ると、二人キス止まりってとこ、まだ最後までしてないんだ。やっぱり偽装結婚じゃん。お前。俺が夫になる余地は十分にある。覚えといて。いけすかないを通り越して大嫌いこう。
だから昔からあいつのこと嫌いなんだよ。こうやって二人で歩くのも久しぶりだね。ちょっとあまね、おじい様とのお食事は？その前に二人でデートしよう。こうには許可もらったから。でも俺久しぶりの日本だから遊びたいの。ダメ？しょうがないわね。やったー。昔からお願いするとき可愛いのよね。メイカ、俺のことどう思ってる？え？かっこよくなったなとか。好きは？え？あ、好きだよ、いとことして。コウと結婚したって海外で聞いたときおかしくなりそうだった。あまね、お願い、俺を好きになってよ、メイカ。ただいま。遅いお帰りで。まあ、あまねのやつ見事に俺の SP 巻いてくれて。何かされた？されてない。間がありましたね。本当何も。へえ。本当に何もない。あいつなんだかんだ育ちのいい王子様だしね。いいとこ口説いたくらいでしょ。え、どうしてわかんの？どれだけ二人のこと小さい頃から見てきたと思ってんだか。こうにはかなわないです。でもちょっと心配したでしょ。ね、そうでしょ。そうですね。あ、ごめん、あまね。やっぱりこの手だ。大きくてあったかいこうの手。そこまで。もう終わり。え、これ以上はやばい。それでも触れたい。バカか。顔や首にかかる髪にドキドキする。まだキスを知らない場所だから。ちょっと待って。まだ心の準備。はい、分かってます。はあ、てか俺も煽られた。危なかった。急だし、あんたの望んでるシチュエーションと違うって思ってた。まあ、こういうことはあんたの心の準備ができてからということで。
じゃあ風呂沸かしてくる。先日はうちの妻がお世話になったようで。妻ってこうお付きだったお前が随分出世したね。今のお前の立場をどうこう言う気はない。でも三条のおひい様の夫としてはダメだ。本当の意味で地位も権力もない、ただ優秀なだけな一サラリーマンの男。そんな男がどうやってお姫様を守る。天音はさ、本当にいろんなものを持ってるよな。金、地位、名誉、教養、あとその綺麗な顔。あ、ピアノを弾く美しい指も。何の真似？お前は持ちすぎて守りたいものが多すぎる。俺には守るものがない。守るのは名家だけ。この体も思考も名家のためだけにある。まあ捨て身な分いざという時強いかもな。じゃあ俺はこれから外回りなんで。じゃあな。駒田かな。メイカ。あまね、びっくりした。まだ帰らないの？うん、甲が出先から戻るの待ってて。あのね、あまね、今メイカはさ俺のこと嫌だよね。でも最初はコウに対しても同じはずだったよね。あの本当にコウのことが好きなの？ほらメイカはさ恋に不慣れて、こうは慣れててずるくて、その手口にやられただけって思わない？メイカ、偽装結婚の相手が俺でも同じ結果になってた。そう思わない？この手がこうじゃなくても浜根でもよかった。確かにそうかも。でもきっとコウに恋をしたように浜根に恋はしてない。私ね、確かにまだこうとしてないけど、でも抱かれたいって思うの。聞きたくないよ。あまね、私全力でコウに恋してる。そんなわけで
納得いただけました？天音さん。分かった。分かったよ。メイカ、コウと仲良くね。コウ、くれぐれもメイカをよろしく。あ、俺がちゃんともらいに行くときまで三条のおひい様を守れ。分かったか？メイカ、じゃあね、またデートしよう。ほんと、ああいうやつですよ。